綾井千春です。マーメイドブルーバードというラテンポップバンドのリードボーカルをやっています。本当にこの曲は J-POP の素晴らしい点をついてるなと私は思います。ポップスはどうしてもあんまりこう評価が他のオールジャンルを、ね、含めて あまりよくこう上がっていかないところもあるんですが、やっぱり私たちは J-POP を、ね、こよなく愛して、そして聴いて成長して励まされてきていると思うんですけど、特にこの素晴らしいのはドライブ感、そして共感できる歌詞、とてもストレートに入ってくるこの2つの要素っていうのが本当に魅力なんだなと思います。歌っていて私も本当にあ、そうだよねって気づかされました。本当にこの数年生きていくのが大変ですよね。きっとみんな大変だと思うんですけども、明日は今日と違う一日だと思います。同じように見えて1ミリでも違う一日だと思います。なので私たち一緒にみんなで明日違う一歩を踏み出せるよう頑張っていきたいですね。共に頑張りましょう。ありがとうございました。綾井千春でした。¡Gracias!